ジャックに飛べますが、アチ君の方も見ておきたい。ああ、こっからか。ここまででいいかな。アルファルドが手にしていた容器が宙に舞った。あぶねえ、取れ取れ。アチが大声で仲間たちに指示を出す。暗い夜空に容器が溶け込んでいる。で、何個放り投げたのだ。はっきりと確認することができない。しかし一つでも容器を割ればその時点で渋谷は死の街となる。絶対につかみ損ねるわけにはいかない。スズムがしっかりと容器をキャッチした。他の仲間たちも確実に容器を掴んだ。もう一つ、あそこ、もう一つ、あそこ。瞳が悲鳴のような声を出した。仲間たちが集まっていないところに容器が放物線を描いて落ちていく。しまった。アチは痛みをこらえて駆け出したが、どう考えても間に合う距離ではない。一か八か。アチは左の足で地面を思い切り蹴り、ヘッドスライディングをした。ナイスキャッチ。 KOK の仲間たちが歓声と拍手を送る。体を起こして周囲を見渡すと、カノーとアルファルドの姿がない。アチさん、刑事さんなら。スムの視線の先にカノンがアルファルドを追いかけていくのが見えた。人混みの中に二人の姿が紛れていく。アチも追いかけようとしたが、痛む足が言うことを聞かなかった。頼むぜ刑事さんよ。アチは祈るような気持ちでつぶやいた。携帯電話が鳴った。ああ、こう見ると、サムネにはしないけど、全然、やったー!パスワード聞いたよーの顔だね。相手はジャックだった。ジャックか。どうしたんだ?何かおかしい。え?タテノと連絡が取れなくなった。そっちはどうだ?何か変な動きはないか。こっちは今んとこ問題ない。若い方の刑事さんがアルファルドをとっ捕まえたぜ。パスワードは引き出してるところだ。可能と話ができるか。ちょっと待ってくれ。アチは可能に向かって叫んだ。刑事さん。カノーは携帯電話をしまいながら振り向いた。ジャックから電話だ。あの盾のって刑事さんが。目の前で爆発が起こり、アチの体が軽々と吹き飛ばされた。小さな金属のような塊が腕、足、胴体にめり込む。ボロ雑巾のような姿でアチは地面に転がった。あちこちから悲鳴が上がる。しかし、アチの意識が遠のくにつれ、その声も次第に小さくなっていく。目の前に血まみれた腕が見えた。今日一日、ずっとアチの手につながっていた手があった。弱々しく動くその手を、アチが握り返す。それが精一杯だった。二人の腕から同時に力が抜けていった。この曲でこのバットしんどいね。このバットエンドを多分、なんとかするのに立てのとジャックなんですよ。
着飛ぶか。ジャックが何を見つけたのか、盾の際に何があったのか。ジャンプ。ポーチを手に取って開くと、中に写真が挟まっていた。これは。そこに写っているものを見てジャックは息を呑んだ。マリアと、その隣にいる少女は、裏にマーカーで血が書かれている。カナンと、7月30日。ジャックは慌ててもう一度写真を確認した。これはどういうことだ。どう見ても別人だ。マリアの隣に写っている少女は、先ほどのカナンとは別人である。では、さっきまで目の前にいた少女は何者なのか。まさか。まさか。まさか。全身から血の気が引いた。あいつがアルファルドだったのか。そう考えれば全て納得がいく。アルファルドがカナンになりすましていたのなら、一連の計画の流れが全て理解できる。驚くべき大胆さであり、恐るべき狡猾さだった。しかし、まだ出し抜かれてはいない。なんと、全然間に合った。ついにジャックは、アルファルドの計画の本質にたどり着いた。アルファルドの目的は、抗ウイルス剤を入手することだ。しかし、瞳の血液から DDS を採取しても、大越製薬の研究所には抗ウイルス剤が残っている。抗ウイルス剤は独占してこそ価値のあるものだ。つまり、抗ウイルス剤を入手した上で、大越製薬の研究施設を破壊する。それこそが、アルファルドの計画だったのだ。ここで問題となるのが、研究施設に潜入する方法だ。おそらくアルファルドはこんな計画を立てていたのだろう。大輔にマリアを誘拐させ、ウーアウイルスに感染させる。その上で田中を始末する。解放されたマリアがウーアウイルスに感染していることが分かれば、大沢は必ず抗ウイルス剤を使用するに違いない。ところが、保管区域に入るために必要なパートナーの田中は死んでいる。アルファルトがカナンになりすましたのはこのためだった。カナンはマリアの友人であり、パスワード解析のプロだ。大沢の信用さえ得ることができれば、パスワード解析のために研究施設に入れるだろう。そこで、アルファルトはカナンのふりをして、何度も瞳の危機を救った。瞳に信用されることは、オサーに信用されることだからだ。まだ細かい部分では疑問が残る点もある。例えば、研究所を破壊する手段もその一つだ。しかし、そんなことはアルファルドを確保してから調べればいい。とにかく、今は一刻も早く、研究所に向かうのを阻止しなければ。治った。大輔がジャックに近づいてマリアの携帯電話を差し出した。と言いたいところだ。さすがにそうもいかなかった。なんとか通話はできるようになったが、中のデータは全部飛んでる。そうか。ジャックはそれを受け取ってポケットにしまった。より有力な情報が得られることを期待したが、そこまで運は向いていないらしい。今ある手がかりだけで、アルファルドと戦うしかない。考えがまとまったところで、ジャックは可能に声をかけた。
スクランブル交差点にはお前一人で行ってくれ。なんだよ急に。カノは驚いた顔をしている。理由は聞かないでくれ。とにかく行かねばならないところができた。申し訳なかった。本来なら全てを話したいところだった。しかしここでおかしな動きをするとアルファルドに感づかれる危険がある。万全を期すためには仲間に対しても隠しておいた方がいい。わかった、早く行ってくれ。あっさりとカノーが了承した。すまん、できれば事情を話したいが。いいって、こっちは俺が何とかする。わあ、わあ、この関係いいわ。カノーは親指を立てて答えた。その姿が悲しい記憶と重なった。ほんの数時間前までカノの甘さが鼻について仕方がなかった。その理由が分かった。弟であるフランクの姿をカノに重ねていたのだ。わあ、同じポーズしてんのずるいわ。容姿はまるで似てないが、任務と市場をごちゃ混ぜにするところはそっくりだった。甘さを否定するつもりはない。結局のところ甘さとは人間臭さなのだ。兄さん、本当に大丈夫なのか。シカゴ大学の門をくぐるとフランクが不安そうな声を上げた。シカゴ大学、イリノイ州シカゴにある私立大学。ノーベル賞受賞者を多数輩出した全米屈指の研究実績を誇っている。世界で最初に臨界に達した原子炉シカゴパイル1号の建設や、市場主義重視の経済政策を提唱するシカゴ学派など、単にアカデミズムだけではなく現実の世界に与えた影響も大きい。俺はお前の親代わりでもあるんだ。お前が大学でちゃんと学んでくれればそれでいい。フランクは大学進学に関する学費を心配していた。5年前に両親を亡くしたため、大の生活は裕福というわけではなかった。ちょっと待って、この髪を下ろしてはサングラスしないジャック、かわいいな。でもジャックはフランクの両肩をつかんだ。いいかフランク、お前は俺の大切な弟なんだ。どんな時でも誇りを持って生きてくれ。わかったよ兄さん、ありがとう。カノ、一つ約束してくれ。なんだ。すべてが終わったらビールで乾杯しよう。あ、わかった。本当に約束だぞ。カノは屈託ない笑みを浮かべている。その笑顔はやはりどこかフランクに似ている気がした。遠藤電気店を出るなり、走りながら縦戸に電話をした。飛べるんじゃん。オッケー。普通に会話をすればアルファルドに気づかれる。とっさに思いついたイエス・ノーの細工を使うことにした。こちらの質問に対してイエスなら分かった、ノーならそうするで答えてもらう。詳しい事情を話している暇はない。とりあえず研究所に向かうことだけは阻止したかった。真実だけを短く話すと、立野の動揺が電話越しに伝わってきた。とにかく奴に気づかれないように戻ってくるんだ。そうする。ジャックの指示に反して立野は研究所に向かうという。
マリアを救うことが先決ということか。わかったわ。イエスという答えがきっぱりと返ってきた。仕方ない。私もそちらに向かっている。とにかく奴を研究所には入れるな。わかった。立野が立ち向かえる相手ではない。気づかれたら一瞬にして殺されてしまうだろう。気休めや激励の言葉など無意味だ。ジャックは最後に立野に告げた。もしもの時は迷わずに撃て。迷ったら必ず殺される。私が着くまで持ちこたえろ。気づかれたらお前に勝ち目はない。とにかくマリアを守るんだ。それがお前の役。わあ、この一言でバタフライエフェクトになりそう。いやあ。ジャック、いや、もしもの時は迷わずに撃て。迷ったら必ず殺される。もしもの時は迷わずに撃て。迷ったら必ず殺される。立野は無言で電話を切った。政府が敷いた厳戒態勢の影響で道玄坂付近は軽い混乱状態となっていた。厳戒態勢。現在日本では大掛かりなバイオテロに対するインフラや法整備が不十分であり、警察、自衛隊、保健所などの各組織間を調整するのも簡単ではないだろう。実際に生物兵器が散布される事態になれば現場が混乱するのは確実と思われる。コロナの時結構混乱だったからね。何が起きているのかもわからないまま、不安げな表情で右往左往する人々。通行規制で動けなくなってしまった自動車やバイク。無理やりに突っ切ろうとしたのだろうか、縁石に乗り上げて横転している車もあった。もうすぐここで、カノーたちの作戦が始まる。どんな奴が来るのかはわからないが、それなりの部下を配置してくるはずだ。してやってくれ。絶対に死ぬな。ジャックはそう強く祈ってガード下をくぐり抜けた。路上駐車をしていた車のところまでやってきた。ジャックは車に乗り込むと急いで研究所に向かった。ジャックは車を運転しながら、さらにアルファルドの行動を推理した。アルファルドが研究所に向かっているのならば、スクランブル交差点にやってくる偽アルファルドの目的は何なのか。立野から連絡が入った。ジャックだ。電話に出てふと疑問に思った。どうして自分に電話をしてくるのだ。向こうにはアルファルドがいる。電話をかける余裕などあるとは思えない。どうした。立野が何も言わないのでジャックは聞き返した。しかし立野は何も答えない。おかしい。わざわざ電話をかけてきておいて何も言わないのはなぜだ。一滴の黒いインクが水面に落ちて広がるようにジャックの胸の中が胸の中で不安が徐々に大きくなっていく。おい、何があったのか。おい、返事をしろ。電話が切れた。慌ててかけ直したが繋がらない。何かとんでもない間違いを犯してしまったような気がした。アルファルドと互角に張り合えると思っていたのは、おごりに過ぎなかったか。こうなると、
スクランブル交差点の方も気がかりだ。交渉を仕切っている加納にコールするのは危険だと判断し、ジャックはアーチに電話をかけた。あ、ここからもアーチに飛べるんや。ジャックか、どうしたんだ。交差点の方は守備よく作戦が進んでいるようだったので、加納に取り次ぐようあちに指示した。ちょっと待ってくれ、刑事さん。あちが大声で加納を呼ぶ。ジャックから電話だ、あの盾のって刑事さんが。そこで爆音がし、電話がプツリと途切れた。ジャックは絶句した。何も言葉が浮かんでこない。うめくこともわめくことも叫ぶこともできなかった。ゲレサーのおろしりの言葉だけが頭の中で渦巻いた。うおう、ジャックは思い切りハンドルを殴りつけた。何度も何度も何度も拳に血が滲んでも、ジャックは殴るのをやめなかった。途切れた電話。あそこで多分立野に言った言葉が間違いなんだな。